はいどうサブチャンネルのボクすストということで今回は。 ウラレッツ VS 柏レイソンの試合の振り返りラジオですね。やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、復活ですね。1年ぐらい前も、メインチャンネルの方では試合後すぐにえレビュー動画を上げて、そしてサブチャンネルの方ではまあ翌日ぐらいに、もう一回これね、しっかり振り返りとか、ラジオ的にえ振り返りをしていこうみたいな動画、ラジオを1年前はやっていたんですけれども、今年はなぜかやらなくえなっていたんですけれどもね、僕の方もなぜかですけど、 もねえー、それが今回復活ということで、まあ、一応メインチャンネルですね、こちらはサブチャンネルなんですけどもね、えー、動画概要欄にあるメインチャンネルの方では、まあ、試合後の振り返り、えー、レビュー動画の方を上げているんで、よかったら動画概要欄からですね、えー、レビュー動画の方も、えー、メインチャンネルよろしくお願いいたしますということで、まあ、早速やっていくんですけどもね、このサムネイルの写真相当いいですよね、これは毎回ですけどもね、えー、僕が、えー、許可を得てね、えー、写真のを使わせてもらっております、まあ、ツイッター上に上がっている写真、まあ 毎回同じ方なんですけれどもね、毎回同じ方なんですけれども、その方にまああの事前に許可を取っておりましてですけれどもね、ちょっと動画の方でね画像を使わせていただけませんかということで、もうずっと前にですけれどもね、許可をいただいて、ツイッターに上がっているものを使わせてえもらっているんですけれども、本当にこの画像が良くてですけれどもね、今回えすぐサムネにしようと思ったんですけれどもね、いつもありがとうございますという話でございまして、本当、これが裏の底力という話でございますけれども、いやーね、なかなか なんかこれコロナとか難しい状況にある中で、こんだけね苦しんだシャルクとか、知念選手、そして大久保選手もね6月ぐらいまでは調子が良かったんですけれどもね、その後はなかなかこうもう一皮をむけることができていなかったんですけれども、トップ下に入ってから躍動をこの試合え見せてくれました。本当これが裏の底力って書いているんですけれどもね、まさしくまあこの言葉通りの試合展開だったんじゃないかという話でございますけれどもね。という話でございまして、試合の振り返りというかですけれども、 ね、まあこのレビュー動画であんまりこう語っていないとこの話みたいなものをラジオ的にやっていくんであんまりこうね何て言うんですかこう動画みたいな感じでこうどんどんこれスライドが動いていくとか画像が変わっていくとかそんな感じじゃないんでなんかこうやりながらこうね iPhone いじりながらとかなんか YouTube でなんかね検索しながらとか何でもいいんですけどもねなんかそんな感じでなんか聞き流す感じでやってもらったらいいんですけれどもねちゅうことでまあやっていくんですけどもまあ順位表をちょっと見ておきましょう。まあまあ、J1 一応まあ読み上げるとですけれどもね、1位がまあ横浜 F ・マリノスですね、前回というか昨日の試合でサンフレッチェ広島が敗れたんで、現状、首位は横浜 F ・マリノス、暫定順位ですけれどもね、勝ち点55か、マリノスが勝ち点55で首位ですね、で2位に川崎フロンターレ勝ち点52でございますね、でフロンターレとマリノスの試合数がいつの間にか並んでいたんですね、これ気づかなかったんですけどもね、フロンターレマリノスの試合数27で7。 ででいるんですねだから、まあこれ、えー、まあ実質、マリノスとフロントアレじゃないかな、試合数的にですけれどもね、えー、残り試合数的にはマイナスとフロントアレが、多分これは最後優勝争いす,するんじゃねえかって感じが、えー、しますが、ここが3ポイント差になってますね。で、えー、3位にサンフレッチェ、広島、ここまでがだから ACL ですね。3位、広島、ここまでが ACL、まあ、もしくはまあ条件次第では4位の、えー、鹿島アントラーズまで入るわけで、えー、ございますんで、この3位、4位というのが、まずウラレッツが、えー、狙っていく。 べききところになってきますがだから、えー、3位広島勝ち点50で、えー、4位鹿島勝ち点46ですね。で、えー、そこからすらすらと下がっていて、ウラ列が現在9位ですね,ね。こんだけ調子が良くてまだ9位なのかという感じが、えー、しますが、これが勝ち点39で9位というのがウラ列ですね。で、裏側が残り試合数というか、まあ現状消化した試合が27試合なんですよね。で、えー、これマックス消化した場合は29試合が、えー、最大値となるんで、一応ウ列 他のクラブと違ってまあ2試合、消化試合が少ないんで、この2試合分ですね、未消化2試合分を全部勝ったと仮定するとですけれどもね、勝ち点6プラス、して45まで上がることできるんですね。だからまあ現状、ウラあ2試合勝ったとしたら、勝ち点が45になるんで、この45でいうと、どこまで上がるかというと、6位の柏レイソロを抜くことができますが、5位のセレッソーが現在勝ち点が44で5位なんですけども、このセレッソー 大阪もう試合数が2試合消化がえ少ないんで、まあ、現状どこがまあターゲットになるかというと、まあ、隠れ3位、隠れ3位の清掃大阪の勝ち点50とか、広島の勝ち点50、まあ、この辺にはなってきます。勝ち点50、清掃の勝ち点50というのは2試合消化分を勝利した場合ですけどもね。なんで勝ち点50というのは、裏列が ACL にまあえ届くかどうかのラインになっていくので、まあ、現状11ポイント差ですかね、3位まではですけどね。まあ、僕は諦めていないんですけどもね、えー、僕は諦めていないんです。 これ11ポイント差をさ追いつくことができるか中8でございますけれどもね。で まあこれがまあ順位表の確認ということになってきましたんで次はまあ本格的に試合の方をえ振り返っていこうという感じがしますがまあ試合の振り返りというかまあメインチャンネルの方で試合の振り返りはしているんでどちらかというとサブチャンネルの方が気になった選手とかその辺をちょっとね話していこうとえ思っているんですけどもねまあ気になった選手で今回言うとまあ先に名前を挙げておくと1人関根ですねえ関根、シャルク、ザイオンこの3人ですねやっぱりこの3人は今回ちょっと語りたいことが 多いということでここからはこの選手に、まあえー、スポットを当てて話していこうっていう、まあ、ラジオにはなっていくんですけれどもね。でまあやっていくと まあ、関根ですよね、まあ、この試合に関しては僕は YouTube の生放送を、えー、やりながらですけどね、まあ、この多くの方と、えー、見たわけでございますけどその,、ね、この試合の生放送中にも、えー、少し話はしたんですけども、まあ、右サイドの関根というのは本当元気がないですよねなんかやっぱこう僕も試合中に話していたんですけれどもねもう関根がこれもう、ね、サイドバックみたいになプレーをしているというかこう、まあ、守備のところでは結構、えー、力が出せるんだけどもじゃあこの、ね、オフェンス面、まあ、これ攻撃の時にじゃあ アクセントをね、加えることができるかというとねなかなか、えー、それができていない、まあ、本当守備的な選手に、えー、なりつつあるというのが右サイドの時の責任であったんでいやこれはちょっとまあ関根本当サイドバックみたいな、えー、プレーになっているよねみたいなことをね話したんですけどしかしま左サイドに入ってから本当躍動しましたね。ね関根ね しましたあんだけ右サイドでねこれ、えー、元気がなかった関根ではあるんですけどもまあしかしね左に入った瞬間まあこれ水を得た魚じゃないですけどどん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 高い位置を取ってこれねこれゴール前に顔出してポ,、あのー、ポケットの先も取ることができたんでね左サイドに入った関根というのは本当変わりましたねまあこれがだからなんでかなって考えた時にやっぱ宮本右は現状ね右サイドバックに宮本がいてで宮本のこともちょっとやっぱこうフォローしながらの、えー、プレーになっているのかな こう自分が何とか試合を変えてやろうとか、決めてやろうとかっていうよりも、やっぱこう宮本のフォローとかサポートとか、そこをやりながら気を使いながらやってるのかなっていうぐらい、ちょっと右サイドでは良さが出なかった。まあ、この逆に考えると、まあ、左サイドに入ってあんだけ関根が躍動したんで、反対サイドの右サイドバックの宮本はちょっとやっぱ考えてほしい。まあ、宮本もね、鹿島戦に比べると少しまあアグレッシブになったというか、少しまあ意識は変わったのかなっていう感じがえしましたけども、しかし、やっぱこう宮本からしたらですけどもね、 えまあこれがね関根という話でございましてまあ宮本からしたらですけどいや左サイドでこう躍動するえ関,根と関根みたいなプレーを右でもえ見せてほしいまあ関根が安心してこうねどんどん,どん,どんえ仕掛けられるそんな状態に僕がやっぱりしてあげないといけないっていうのはやっぱりねこう安心して関根がえ攻め上がれるような状態をまあ作るじゃないけどもねまあそれぐらいのやっぱ信頼感というのを今後得ていくそれがやっぱ宮本のえ課題ですしねまあ結構、試合後のインタビューで宮本選手はなんかこうねなんかこう 満足満足というかね、まあちょっと前回悔しい思いがあったんでって、みたいな話をされていたんですけど、まだまだちょっと目元君やることあるぞという話でございまして、まあやっぱりこう関根とかまあえ同じコンビを組む選手がですけれども、やっぱりちょっと気を使いながらプレーをしているように見えるんで、本当にもう関根さん、どんどん行っちゃってくださいよみたいな、まあえ後ろは俺がいるから、それこそまあこの間のショルツとまあえ知念のやりとりじゃないですけれど、もねまあなんかショルツが知念にね後ろは俺がいるからなんか思いっきりやってこいみたいなこと一言ったみたいな話もあったんですけど、それと一緒でまあ関根さん、右のサイド 後ろ俺がいるんで、まあ、どんどんやっちゃってくださいよみたいな感じになればいいのかなっていうのがちょっと僕は感じました。まあ、実際分かりませんよ。ね実際関根が宮本に気を使いながらやってるか分かりませんけど、ちょっと僕はそう見えちゃったんでね。まあ 話ででございまますん本当、まあ、ほんと関根、右と左であんなに変わのかって感じが、えー、正直しましたけれどもね。で、そしても関根の話はこれでまあ終わるんですけれどもね。あとやっシャルクですね。まあ、これも YouTube のメインチャンネルの方でも少し触れたのかな、えーね。不要と言われつつあったシャルクですね。やっぱりこうね、来シーズンのことを考えると、じゃシャルクでね、外国人枠使っていいのかみたいなことがやっぱり最近、えー、ツイッター上ではいくつか僕も見たんですね。で、僕がまあ何もせずに、検索も何もせずに、まあ、えー チラッと見た感じでシャルクが来季、えー、で本当にいるのかどうかとかねこれ、まあ、ちょっとシャルクに外国人枠使うよりもシャルクを放出してね、まあ、誰か別の外国人を取ってきた方がいいんじゃねえかみたいな。 論調もツイッターでは正直、えー、見られました本当ね、僕が普通にツイッターやっていても流れてき、えー、たんで、検索、もっと本当ね、本格的に検索を、えー、かけると同じような話題がもしかしたらあったかもしれませんが、やっぱり、ね、そういう風な厳しい立場に、まあ、この試合前まであったシャルク選手でありますけれども、まあ、この試合は、そのね、まあ、一発回答じゃないけども、いや、俺が浦和レッズの外国人枠をしっかり、えー、使って、そしてまあチームを勝利導くじゃないけどもね、そういうアンサー的なプレーになったんじゃないですかね、本当ね、 得点した後の喜び方とかね、なんか、見ていて、相当、やっぱ、こう、シャルクという選手がどんだけ苦しんだか、で、苦しんでいるなりに、やっぱ、こう、チームの中でね、これ、必要な存在というか、ね、やっぱ、明るくしっかりやることができていたから、やっぱり、その中で、不適されることじゃないけど、腐ることなく、しっかり練習中真面目にやっていたんでしょうね。やっぱり、こう、ね、他の選手の喜び方を見てると、やっぱり、それ感じることができたんで、そのシャルクの活躍というのは、個人的には、やっぱり嬉しいですよね。まあ、ほんと、今年は、知念もそうですけどもね、知念とか、 えー、岩波とかね、今回シャルクもそうですけどもね、まあ序盤戦なかなかこう批判されがちだった、えー、選手とか期待を裏切ってしまった選手が最近やっぱ活躍、えー、しているんでね、やっぱそこはやっぱり嬉しいです。岩尾そうかだから、えー、ボランチと岩尾選手もそうですけどもね、っていうのがあるんでやっぱ嬉しいですよね。そういうね、なかなか活躍できなかった、えー、選手とか悔しい思いをした選手をこの、まあ、こ最近やっぱ活躍、ね、することができているんで、今後ちょっとやっぱこういう選手たちの活躍もね、期待したいんですけども、しかしまあいまだにやっぱこう悔しい思いを、 えー、してていいいるる選手っていると思います、まあね、そういう選手が今後どういうふうな、まあ、プレーを、えー、見せてくれるか、そこは楽しみですけれどもね。でいうのがまシャルクの話でございますけども、えー、最後、ザイオンですねん。ザイオンの評価はどうなんですかねまあ確かに ね、スーパーセーブとかで多分何本も連続 J リーグの公式で、ね、それこそ紹介されるぐらい、ね、高セーブもあったしそれも素晴らしいものがあるんでこのセービングとかに関しては前回の鹿島戦の悔しさそこを、ね、こう見せてくれたんじゃないかそこの悔しさというのを晴らすそんなプレーが、ね、ついたんであそこの後半の、ね、立て続けにセービングしたシーン、まあ、セービングキャッチングしたシーンというのは、ね、本当に良かったと思いますけれどもねそこはだから、材、ま、料、あの成長というか今後にさら、えー、に期待したいところでは ありますただちょっとやっぱ気になるのはクロス対応はちょっと気になるかなっていうのが。 あってちょっと今回もキャッチングのところでまあポロリがあったりとかもえしたんですけれどもねあと前半でちょっとそれ飛び出すの無理じゃねえかっていうところで一旦飛び出してで結局ねそう触ることができなかったシーンとかもあったんでまあザイオンに関してはクロス対応そこがやっぱり課題になっていきますからねまあキャッチング含めたねこの最近西川選手がやっぱり評価されているところというのはこのキャッチングとかえ飛び出しそこもやっぱりあるんでザイオン選手の方が正直西川選手よりもこれえ高さ とかねフィジカルでは、えー、これ有利な部分があるんで、材料の良さってやっぱその本来であればですけどね、本来であればこれキャッチングとかねこのクロスへの対応というのは今後、すんごいこれポテンシャル、えー、持ったものがあると思うんで、そこは伸ばしていってほしいところですし、ただ今現状、ちょっとクロスへの対応というのはまあ怖いところもあるんですけれども、さあまあこれは多分、えー、財運自身もちょっと分かっているところと思うんで、そこはやっぱり今後、ね、伸びしようとして期待していくこうとを思ってますけどもね。はい ということで、今回は以上になりますね。以上、パラプンテジ、ェルサッカーチャンネルサブの僕自身が良かったチャンネルでございます。さよなら